れ来たる始皇帝さん。なるほど。ごめんなさい、すっきり水の報告を夢見ますね。なんだよこれ。はい、光の冒険戦回帰2ということで、紹介の方していきたいと思います。まずは火属性兵馬陽光ですね。こちらに関しては、まあ、運悪はカイドウ、ディクエクス、シバ、タイジュぐらいの、まあ、感覚だと思います。で、タートゥーと、まあ、基本的にここね、ボス特攻で大丈夫、ボスガンガン攻めていきましょう。で、タートゥートゥーに向けてあのボスの中央の数字でレーザーが飛んでくるんで、まあ、それまでに要はぶっ倒しちゃえばいいわけよ。で、あ、ちょっとやべえなと思ったら、で、ビットン倒すとタートゥートゥーになる。で、タートゥートゥー倒すとビットンになる。で、ビットンに対してはレーザー飛んでこないっていう形なんで、まあそこを気をつけてもらったらいいかな。ディクエストの、ディクエックスの友情コンボ、あのダウンボムスローかな、ダーンって入ると HP ダーンって持ってくんで、まあ、これもね結構使えるかなって思ってます。まあ基本的にバカバカハマってくる。で、あとは、まあ、なるべくレーザー受けないようにっていう感じなんだけど、ここそんなに難しくはないので、まあ問題ないと思います。で、この運悪この辺いないよっていう人は千早を編成しましょう。千早めちゃくちゃ強いん で千早で間パカーンってはめてあげると、まあ、ワンパンで終わったりとかボス1で終わったりとかするんで、まあ、そういう形で、まあ、しっかりとハマっていく。はい、お次はナンマドール。ここ地味にめんどくせえ地味にめんどくせえ。運悪4とかだったらかなり時間かかるからね。で、おすすめの音楽カウシーディア、アウラ&レクイエムなんだけど、カウシーディアとアウラ&レクイエムだったらカウシーディアの方がいい。で、カウシーディア4とかで周回できるんだったら、まあまあまあまだいいかなと思うけど、アウラ&レクイエムが増えれば増えるほどめちゃめちゃ時間かかるんで、めっちゃだるいですここ。で、そのだるさを解消するために個人的には五条悟を編成するといいかなと思います。これね、クリアタイムが劇的に縮まります。びっくりするぐらい変わるよ。で、もうここは2択、運枠読んで時間をかける、もしくはガチャゲン1体編成でもうストレスなくもうサクサクと周回していくっていうのがね、まあ2つの選択なんやけど、まあ、光の冒険戦って船出したら4時間とかかかったりとかするわけやん。で、それ考えると、まあ、やっぱもうちょっとここ我慢して運悪読んで周回しようかな、もうこれも全然ありやし、もうだるいでやってられへんわ、ちょっともう一体削って、五条悟入れちゃえっていうのも全然ありやと思うし、まあ、その辺はね、好き好きでやってもうたらええんちゃうかなと思っております。で、五条悟入れると劇的にクリアタイムが、まあ、あの周回スピード上がるんやけど、ちょっとね注意点があって、コネクソスキルな、あのスピード450以上のキャラクターが1体必要なわけよ。で、それをクリアできる運悪って言ったら、まあ、ギミック対応してるやつね、クーヤ、セイレーン、エンエンラとかになってくる。で、セイレーンに関しては、まあ、回帰1のやつだから、まあ、まだ運極になってないとか、そういう人もおると思うし、まあ、五条悟るコネクトスキルついとったら全然問題ないわけよ、うん。で、クイーンハーチェル、こっちやったら五条の同族過激速がついてたら、あの確かクリアできたはず。だからクイーンハーチェルとかを運悪で入れるっていうのも全然ありやと思います。まあ、とにかくね、ここマジで普通に運悪読んでやるには個人的にはめちゃくちゃストレス、うん。だから五条悟る編成して、まあ、周回するのをおすすめする。はい、これちょっとね注意点です。五条悟るからスタートって一番嫌なんね。なんでかっつったら、もう地雷持ってないからさ、で2巡目から地雷ばらまいてくれるわけよ。で、それ拾って殴るっていう形なんやけど、今まあ、SS って割合入ってチェーン入ってってなって、ここで初めて気がついた、地雷出ない。そう、ボスが地雷巻くから、五条悟のストライクショットを打つとちょっと危険なんやけど、これほとんど五条悟とかの友情だけかな、だけであれぐらい持ってくから、まあ、基本的に五条悟のストライクショットを打っても、五条悟の友情コンボとか拾ってそれがボスとかに飛んでいっとったら全然問題ないし、アウラ&レクイエムを編成しとれば最初から地雷持ってるんで、まあ、ここでも問題なく火力が出せるっていう感じ。はい、お次は吉野狩り。
かわいいこの子、運曲作った方がいいよ、かわいいもん。でここのステージって、まあロボットがロボットぶっ倒すと、まあこっちの方向を弾いてもらったら攻撃力上げちゃいますよっていうのがついてくるわけで、これに関してはロボットの攻撃を受けんかったらずっとアップしたままというか、まあこれがねこうついた状態なんで、基本的に2手とかで抜けていく、もしくはロボットを倒すっていう、まあ、2つの方法があるんやけど、基本的に私が一番好きなのはボス特攻。もう知らんとあんなやつほっといてボスガンガン殴っていこうぜ、作戦ガンガンいこうぜ、ドラクエでも常にガンガンいこうぜでやっておりました、まあ、そんな形ですね、ガンガン攻めていく。だから要は2ターンまでに間はまってぶっ倒せばいいわけですよ。ただそれができんかった時ね、このロボットのダウンクラッ、こっちの方向を弾くと逆に今度はアップじゃなくてダウンっていうようなね、あんなん食らったりとか、ここ価値めちゃめちゃおるやん、これ価値残してバカーンって突っ込んでボッコボコにされるとめちゃくちゃ危険で、最初正直プレイデビュー夜でこれやっとったんやけど、ちょっと危ないなっていうところが何回かあったんで、なんでここは安心設計のアイリス、まあ、そんなにね火力的にも変わらんからアイリスで十分やなと思ってアイリスにしました。これで周回してもらった方が安定するんじゃないでしょうか。はい、今回ですねこのパルテノめちゃくちゃ可愛いよね、可愛いんやけどこのクエストマジでうざい、むっちゃ時間かかるし、マジこれどうにかせなあかんなと思って、これ楽に攻略する方法必死こいて考えてまいりました。皆さんに情報提供したいと思います。はい、編成は奈落、掘削&ユキリ、マダムゼニー即必殺 L ついてるやつ、マサムデ、ごめんなさい運ぼきちゃったけど、ちょっとあんまり、気にしなくても大丈夫かな。まず初手はあんな感じで弾いて、まあ、味方触っちゃうと変な風になっちゃうので、まあ、味方を触らずに、まあ、ビットンだけ触って、まあ、あのビットの近く右上のビットの近くに止める。で次の2手目この掘削&ユッキリはサソリ1体だけ触れて上のネクロン削って戻ってくる、そうするとあの辺に止まるんだよね。であの辺に止まっとけば攻撃力アップ、ここね攻撃力アップをもらえない位置に止めちゃうと1捨てだけでもめちゃくちゃぐだるんよ、誰これ考えたの。ただ今マダムゼニーで処理したんだよね、この攻撃力アップさえ入ってしまえばマダムゼニーでも処理できるぐらいで、正宗の友情コンボってそんなに入らん。だから正宗を編成してる理由は HP の管理ほとんどで、正宗はもう友情コンボをこう例えば掘削&ユキリおるからあれに当てて友情コンボ発動していくっていうよりも直殴り、もう直殴りでいった方がいい。これ飛んでちゃった。あれね、結構横間とかでもかなり火力っていうか、かなりダメージ出せるね、マダムゼニーが。うん、だから、基本的に、もうここは直殴りで立ち回っていく。で、注意点、マダムゼニー即必殺 L は欲しいかな。あと、守護獣、これね、大賢者にしておくと周回スピード上がります。今回ね運動来ちゃったんであれなんだけどそもそも大賢者ねえじゃねえかよっていう話なんだけどさ、まあ、大賢者あると、まあ、SS 短縮してくれるんで、まあ、ここ、非常にやりやすくなる。今のここ今マダムゼニーを、弾のとこに止めたんだよね。あそこの間で弾が重力まとってるから止まりやすいんで、大体あそこに狙って弾いてあげれば止まる。だからまずマダムゼニーをあの辺に配置する。でそこから少々マダムゼニーずらしたとしてもむちゃくちゃずらさん限りは大丈夫、ちょっとずらすぐらいだったら全然問題ない。だからまずあそこに置いてあげる。で今正宗の左側にビットンあるでしょ、でああいうのとかをぶっ壊せば、まあ、火力上げれるんやけど、ここに置いておくことで次のステージのビットンの攻撃力アップももらえる。今これ奈落を編成している理由は今のところを簡単に抜けるため。で簡単に奈落で抜けました。次掘削&ユキリです。これ貫通のキャラクターやから、ま、好きなビットを潰せる。
これでマダムゼリーの攻撃力を上げました。あとはマダムゼリーが大好きってストライクショットを打って抱きつけばもう相手はギャーって潰れるわけよ。はい、こんな感じ。これがね一番楽で、他の編成とかでもやってみた、まあ、大体同じやってること一緒で、弾のところでずらさなかったらこうなります。重力をちょっと避ける感じだから、これをあんまり重力のところに触りに行くとあかんから、でこれも攻撃力アップ前のステージで入ってるんで関係なくマダムゼニーが大好きって、やる感じですね。はい、こっち、はい、こんな感じでまだまだこっち、はい、まだ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 こちー、まずれたとしても全然大丈夫、うん、ワンパンできるのでやってみてください。はい、最後でございます。はい、怪異キニーのアポストロスグリア、これなんやけど正直、さっきの方がどっちかというとしんどかってんな。パルテノンの方が正直しんどいかもしれないっていうぐらいの感じ。っていうのもここスイッチパネルのクエストなんやけど、スイッチパネルの2個しかないっていうのはだいぶ楽、あのコンプレックスよりだいぶ楽やよね、うん、2個なんで、まあ、少々適当に味でくっちゃくちゃにしたとしても、まあ、そんなに問題はないんやけど、まあしっかりやるに越したことはないよねっていう感じかな。で今回は激凛にタージマハルに、でタージマハルに関してはここね属性効果超絶アップなんでバランス型の補正って 1.54 倍かかるんですよ。 1.54 倍っていうともう正直キラー効果超えてるんで、だからここのステージに関しては超バランス型の恩恵っていうのはめちゃくちゃでかいということで、タージマハルを編成しております。まあ他にもさ、うんと適正のキャラクターって言ったら教会とか三ツ矢とかジャック・ザ・リッパーとかなってくるんやけど、まあ教会三ツ矢とかね持ってないっていう人もまあ中にはおるやろし、ジャック・ザ・リッパーもおらへんギャーっていう人もおると思う。逆にね、タージマハル持ってへんギャーって言ってる人もおるかもしれん。もうそれはごめん。あの他の教会とか三ツ矢とかジャック・ザ・リッパーとか、まあ、他のキャラクター編成してやってもらうのが一番かなと思います。で激凛に関してはさ複数編成まあやってもいいと思うよ、やってもいいと思うけど、まあ正直ちょっとパネルくちゃくちゃにすることは多いよね。あのなんていうかな、調整はできないよね。特にボス2かなんかでパネルが3個出てくるの、あそこって、まあ、ゲージ外せばいいのよ。ゲージ外せば事故ることはないんやけど、まあ、その辺忘れてまったりとか、そうタージマハルに関してもゲージ外せへんからそこだけ注意やね、うん。でもそれ以外のアドバンテージっていうのはめちゃくちゃすごい。はい、激凛 SS 打ちます。まあ2段階目で打つのがベストでしょ。2段階目まで貯めて極力ね味方触れて SS 短縮してって激凛まあ2段階目打って、もうあとはねこの時強化継続やから、で縦でまあ弾いてもいいし、まあ、N みたいな形でね弾いてもいいしみたいな感じかな。ちょっと今のはちょっとルート、まあでも N やったら多分届かんかったと思ったで、ああいう形、ああいう弾いたやったかな、ちょっと覚えてないなもう。はい、であとはねもうまあでも2個なんで鳴るようになるんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいんちゃうかなとは思う。はい、カードを打って帰ってきて弱点切っていく。はい、でこのタージマハルさ、スイッチパネル揃えてから触るともうよう削るで、仕事しますぜこの子。これトライブパルスとかあと気弾でめちゃくちゃ持っていくから、あとストライクショットの超反撃モード、これスイッチパネル赤にした状態で殴られる、まあ、反撃すると反撃モードも攻撃力、あとまあ敵に対して高いダメージ激流に飛んでるやんね。で、まあ、誰も撃ってないから別にいいんやけどさ、うん、まあこういうところでストライクショットとかも撃っていこうかなと思うんだけどちょっとやめました。まあこれで片方だけやって次のまあ斜めでこう打っていけば HP 打っていけばいいかなと思ったら足やったのね、あそこね、あれ全然気づかなくて、
で、もうこれもう届かねえだろうなっていうのは分かってるけど、もうとりあえず置いとけと。で、あれだったら反撃モード入るとこ見せたいよねっていう感じかな。これは入んないよね。ダメージほとんどボスとかにも当たってるんだけど入らないんだけど、あれ赤の状態であの反撃モードだったら結構軽く出るから、ね、ただあんまりこう、出してくんないんだよねたまにしか攻撃来ないから、うん、だからかなり優しく作ってあるなっていうのは感じる。はい、あとは田島春、これ右のやりでストライクショット打って終わりっすよ。まあこんな感じなんで、まあよかったらね、田島春メインとかで、まあ、編成してもいいんじゃないでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回は海域さんとうとうラストですね、しっかり作っていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、高評価、あと皆さんのコメント、これ良かったっていうのあったら教えてください。